部を率いた D-WAXのロブロ監督が大谷を絶賛。ドジャースの大谷翔平投手は16日、日時間17日に行われたオールスターで豪快な右越え3ランを放った。衝撃の一発に多くの選手が度肝を抜かれたようだが、ナ・リーグを率いたダイヤモンドバックスの通りロブロ監督も同様だった。米番組に出演し、存在感がパワフルだと語った。2番、指名打者で出場した大谷は3回無視1、2塁で、迎えた第2打席で、右腕、タナー・ハウク投手、レッドソックスから、右越え3ランを放った。打球速度 103.7 マイル、約 166.9 キロ、飛距離400フィート、約 121.9 メートルの打った瞬間弾。4年連続4度目出場の大舞台で、8打席目にして初塁打を放った。米トークショー番組、ダン・パトリック・ショーに出演したロブロ監督は、大谷の存在感がかなりパワフルだ。彼の隣に座ってみたりしたけど、普通の青年なんだと印象を述べた。大谷は今季ダイヤモンドバックス戦で打率、313、一塁打をマークしており、ダイヤモンドバックス戦でホームランを打った後に塁を回る彼の姿を見て、昨日も打ったと説明。ダグアウトに戻って同じチームとして彼とハイファイブしたのがグレートだったと喜んだ。さらに、我々は一緒に笑い合った場面がいくつかあった。良質な人間が偶然にも素晴らしい選手だったというわけとも述べた。58歳の指揮官も大谷の打撃と人間性に虜になったようだ。フルカウント編集部。